アルファロメオ GT は、イタリアの自動車メーカーアルファロメオが2003年から製造、販売していたクーペ型の自動車である。2010年に、イタリア本国での生産は終了し、日本では在庫車の販売が行われている。2003年3月のジュネーブモーターショーで発表。二度は、ハッチゲートを持つ車体のデザインはベルトーネによるもの。アルファ GT と呼ばれることが多い。 開発当初、アルファロメオのラインナップには、ミドルクラスの2ドアクーペとして、別に GTV が存在していたため、新規設計車として開発することは、商業的に避けられることとなり、GT の主要部分は147と156の部品を流用して作られた。プラットフォームを含めた主要コンポーネンツは156の発展系だが、フロントサスペンションは 147GTA。 リアサスペンションは156スポーツワゴン用がベースとなっている。またフロントフェンダーは 147GTA のものを、ドアやダッシュボード、シート等は147のデザインを採用している。特にダッシュボードは147とほとんど変わらないデザインだが、センターコンソールとメーター周囲のリングの色を 147GTA 仕様にし、 シフトノブ周辺のデザインも GT 専用にアレンジすることでうまい具合に高級感を演出している。クーペではあるが独立したトランクではなくハッチバックを採用しており、またスペース効率に優れたリアサスペンションを採用していることもあり、加湿容量は156スポーツワゴンに匹敵するほど大きい。後部座席もあり、長距離の移動でなければ、 大人二人が普通に過ごせる空間はある。スポーツカーというよりは、グランツーリスモとしての性格が強い。日本仕様に設定されたエンジンは、以下の2種類。いずれにもガソリンエンジンである。3.2リットルの V6 エンジンは 147GTA や 156GTA に積まれるものと、ベースは同じだが、出力は若干でチューンされている。なお、 欧州では1.8リットルのガソリンエンジンや1.9リットルのディーゼルエンジンも設定されている。日本では2004年6月より導入開始。デビュー当初のラインナップはエンジンや装備の違いにより以下の3種類が用意された。変速機は直期4モデルには5段セレスピード、V6 モデルには6段 MT が組み合わされた。なお、日本の純正仕様ではモデルは 右ハンドル V6 モデルは左ハンドルのみの設定となっている。上記3モデルを基軸に以下の特別使用者が限定販売等の手法により順次追加された。ウェブクグウルトラマンマックス対怪獣防衛チームダッシュの専用車ダッシュアルファとして登場。また、富岡長官の依頼によりアルファロメオが製作したという設定がなされている。ありがとうございます。